どうも、コウズです。今回ですけども、今私はですね、アジスタに来てます。まだ着いてないですけど、ここは飛び田給の駅ですね。味の素スタジアムの最寄り駅。今日何があるかというと、まあ、アルビレックス新潟 VS 東京ヴェルディ戦と、J2 第41節、あります。で、ここで勝てば、アルビは文句なしの自力での優勝が決まると、J2 優勝が決まると。で、優勝賞金がですね、優勝だと2000万もらえて、2位だと1000万なんで、まあ1000万の差があるというようなところも、まあ来季 J1 見据えた上でですね、まあ非常に重要になってくると思います。で、なので、まあそれを見届けに来た感じになります。で、一応今、まあスタジアム向かってる道中になるので、まあちょっと喋りながら、ちょっとオープニング撮ってるわけですけれども、まあちょっとぜひね、まあいろんなところ、スタジアム内外、ちょっと映しながら、ビログにしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。もうすでにね、スタメンは発表されてて、トーマス・デンが、今日スタメンというふうなところで、トーマス・デンと千葉のコンビですか、まあ、そこを考えると、まあ、かなり、守備的なところでいうと、プラスかなと。まあ、相手のヴェルディの染野選手が最近好調であるというようなプレビューでは話した通りなんですが、まあ、そこをね、どう抑えられるか、まあ、そこにかかっているのかなというふうに思います。スタジアム入りました。で、バック B スタンドが、まあ、どの辺にあるかちょっと見てみないと分かるんですけど、ちょっとスタジアムの中をちょっと歩いてみましょう。今現在地そこなんで、バック B だとこうぐるって回んなきゃいけないから、どうすかな、向こう行くか。いや、こんなにアジスタにアルビサポがこう大気を押し寄せるのはもうともすると何年ぶりかっていうレベルなんじゃないですかね。まあ、今日勝てば、まあ、優勝が決まる、まあ、非常に大一番と言われてますから。いや、すごいな、人がもうどこ行ってもあるからすごいすごいすごい。映せないのがなんかもったいないぐらいだけど、本当にすごい、めちゃめちゃアルビサポがいる。で、一応声出しエリアはもう早々に完売したというふうに聞いてますんで、で、今日は そもそも声出し応援対象試合なので、ちゃんとも聞けますし、まあ手拍子以外の応援が OK な試合になっているというふうなところですね。すごい、2階まで埋まってる。すごいね。で、バックスタンドも新潟サポ。スタジアム自体は非常に綺麗なスタジアムで、本当に大きいし、ビッグスランと規模的には一緒なんじゃないかな、収容人数的にもほぼ似てます。ちょうどトラックがね、本当はあるぐらいの感じなんで、ピッチもちょっと距離もね、離れてますけど、でもね、比較的見やすいです。この規模のスタジアムにしては比較的見やすいと思います。Thank you.
今試合開始10分前ですけど、めちゃめちゃ入ってます。ビジターよりはもう2階席から声出しエリアで、声出し不可のエリア全部びっしりで、この向こうの2階席にはアルベル監督が見てくれてますね。お疲れ様でした。試合終わりまして、0時で負け、いやー今日ね観客1万2800何がして入ってましたけど、まあ、8000人新潟サポだとしたら、まあ、3分の2が新潟サポだったわけですけれども、いやーなんかねヴェルディがこんなになんかこう集中力ずっと90分保ちながら、まあ、プレー強度高いままサッカーするっていう風には思ってなかったんで、まあ、正直若干見くびってましたけど、まあ、ただプレビューで言った通り染野とフリーキックにやられたっていう、まあ、本当そういう状況、だったので、まあ、これはアルビもね多分十分なんだろう警戒してた部分だと思うんですけど、まあ、普通にやられてしまったという風なところですね。まあ、とにかく、まあ、目標でやった J1 昇格は果たしているので、まあ、あとはその優勝するか2位か、賞金が1000万か2000万かの違いというふうなところですから、まあ、そこですね。いやーやっぱ心なしかね、やっぱアルビサポの背中はやっぱこう若干ね暗めですよね。まあ、僕も暗いですもう嫌ですね、飛び卓球で激コミなのを予想できる、なんか帰るの嫌です、ね、
感謝を込めて言いたいと思います。